どうも、お疲れっす。ただいま。はい、月野ちゃんいらっしゃい。いや、音声だって、あれだもん、ステレオミキサー繋いでるから、これ使ってるから相当音はいいですよ。うん。あ、おはよう、あやか。おはよう。楽しんでって。どうもどうも。音すごい綺麗になったでしょ。音いいでしょ。うん。機材はね、多分相当金かけてるから、トップレベルにいいはずだよ。ああ、お前らよ。俺のよ、音いいだろ、おい。うん。全然いけますよ。全然いけます、全然いけます。新しいフォロワーさん紹介します。外配信だったのでまとめて紹介します。ゆうたさんフォローありがとう。星野ゆらさんフォローありがとう。ピンクベリーさんフォローありがとう。スカーレットフォローありがとう。月野さんフォローありがとう。つかちゃんフォローありがとう。ティライミさんフォローありがとう。ペルチャンピンさんフォローありがとう。ゆうかさんフォローありがとう。ヨッシーさんフォローありがとう。よいこさんフォローありがとう。あやかフォローありがとう。マナヤさんフォローありがとう。サルさんフォローありがとう。なにわもんさんフォローありがとう。ガブリンチョさんフォローありがとう。アクアさんフォローありがとう。黒柳徹子さんフォローありがとう。ボー君フォローありがとう。エルバーさんフォローありがとう。カラスさんフォローありがとう。ノンノコさんフォローありがとう。ネピアさんフォローありがとう。以上です。ありがとうございます。うん。ここはもともとね、俺は雑談系の配信者だから、音とかかなりこだわってるんですよ。映像の方かなり金かけてたんだけど、最近音響に金かけるようになりましたね。なるべくね、リスナーさんには聞き取りやすい音で。配信聞いてもらいたかったんで、うん、だってピンマイクとかもつけてるんだよ、うん、ピンマイクでもマイクも拾ってるからかなり放送他の放送と比べると映像も綺麗だし音声もクリアなはず、うん、おーロータリーいらっしゃい若津中島みゆきのオールナイト日本張りのエコーですねなぜ中島みゆきのチョイスなのかわかんないけどそれ 3F が中島みゆきが好きなだけでしょ中島みゆき面白いんだよね、あの人ね、喋りね。超天然なんだよ。ぶっ飛んでるんだよね、あの人。なんか唇ガッサガサだわ。ガッサガサ。面白いよね、天然でね。ぶっ飛んでるぐらいの天然だよね。ほぼ病気だよね、あれ。ほぼほぼ病気のレベルだよ。超面白いの。なんか、目覚ましテレビかなんかに、大塚さんにコメント求めて、なんか、なんか、ランキング1位かなんか取って、中島みゆきさん今のお気持ちどうぞって言ったら、息子の誕生日と、お葬式が同時に来た気分でーすって言ったの。もうその時点でハテナマークだったんだけど、大塚さんは。中島みゆきって結婚しても子供いないんだよ。だから息子の誕生日とっていう例えが良くないんだよね。すごいよね。なんかほんと世界観がすごすぎるんだよ、あの人。お前息子いないだろ、みたいな。突っ込むところが多すぎるんだよ。あれはすごいよなぁ、うん。でもそれくらいじゃないとやっぱ、あれくらいの歌は歌えないんだよ、多分。そういう人なんだよ。ちょっとタバコ取ってくるね。あ、充電とかします？あ、大丈夫ですよ。もし、コンセントでやるんだったら、そこに、ね、ところにあるんで。はい。あっちゃってください、バーバー。あ、中島みゆき世代なんだ。相当上だね。ユーミンとやり合ってた頃だね。文章見る？見たい？あ、やめとこう。今、テルチャンピンさん寝てるから。釈迦元気元気。のんたんがね、すごい可愛がってくれてるよ。うん、元気だよ。結構年上なんだじゃん。若く見えるけどね。うん、なんだよ、マンゲローブ来てくれなかったから寂しかったよ。俺結構マンゲローブのキャラ好きでさ、ツイッターとかもね、結構たまに監視してるんです。49! マジか。ババアばっかりだな、ほんと。
最近の配信会ババアばっかりだよな、ほんとババア嫌いじゃないよ俺。でもね、うちのリスナーさんババア多いからね、多分ね楽しめると思うよ、うん、ババア向け配信賞だから。バカプレゼントありがとう、梅屋敷。ジジイかよ、またネカマかよ、もうどうしようもねえな、ほんとどうしようもねえな、ほんと。49でお前ネカマとかやめろや。青山が騙してさせ、いえいえ、とんでもない。やっぱり、配信会を僕、狭い世界だと思ってるんで、なんか、みんなで盛り上げたら絶対いいと思ってるんですよ。うん。やっぱ狭い世界でさ、配信者も少ないからさ、なんかなるべく仲良くしたい。うん。なんかいるし。なんかいるな。はい、ワト2。チューいらっしゃい。うん、今日リスワン狙ってるんで応援よろしくお願いします。ワドンさん怖くてなかなか、あ、そうだったんだ、ゆうかちゃん。イメージはね、かなり悪いけどね。なんだ、普通の人じゃんとか、イメージと想像と全然違うってよく言われる。俺がね、もともと荒れてる配信嫌いなんですよ。うん、だから、あれで意外と、なんか喧嘩系だと思われてるんだけど、喧嘩とか一回もしたことないし、なんだろう、荒れくれてる配信も一回もしたことないし、雑談ばっかりやってるんだよ。しかもなんかスタジオジブリとかアニメとか漫画の話ばっかりしてんのに、なんでアウトロー系にされてんのかよくわかんないんだよね、うん、もしよかったらフォローしてって、うん、てるさんののんたんがいつも寝てるところ、うん、そうだねまあいいじゃん別に、うん、おはよう、ひらすず、おはようございます。なんで怖いって言われてんのかね。なんか、あやかもツイッターで言われてたよね。俺のリツイートしたらさ、なんか、和道と絡むと、なんか、嫌われるぞ、みたいなこと言われてて。あれ見てすげえショックだったよ。ニコ生も雑談だよ、俺。めっちゃさらっとして、ふわっとして、びっくり。見てんずみ。あ、ありがとう。もしよかったら、Facebook もやってるんで、Facebook とか、Twitter とか、Instagram とか、いろいろやってるんで。Facebook はね、友達してもらえれば、フォローバックしてるんで。もし Facebook やってる人がいたら、ぜひ申請飛ばしてください。最近ね、Facebook は1日ね、3、40人登録があってすごいことになってるんですよ。Facebook はこれです。もしやりたい人いたら、見に来てください。腹立つよね、なんかね、見たこともないやつがそういうこと言うからさ。じゃあお前、俺の放送見たことあんのかよって本当に言いたいもん。絶対見たことないんだよね、そういう人って。アドンさん冷静で礼儀正しいと思いますけどね。だからイメージが悪すぎるんだよね、多分ね。ほら、配信でぶっちゃけイメージ作ることなんていくらでもできるじゃん。大手のさ、人がさ、こいつ嫌いって言っただけでさ、嫌われちゃったりもするし。あ、ありがとうね、3S。ありがとう。嬉しいっすよ、そう言ってもらえると。まあでも、ふわっつきだからだいぶイメージ変わったかな、っていうか。なんか、うん、意外と普通の人なんだみたいな感じで見てもらえてるから、俺としては嬉しいかな。あー、まあそれはあるよな。前科ものね、前科はでかいよね、確かに。だってヤフーのトップページに載ったんだよ。もうそれ以来人生めちゃめちゃだよ、本当に。ヤフーってこんなに力あるんだと思ったもん。ヤフーのトップページにバーンって載って、テレビで放送されてたらもう人生本当アウトだったろうね。うん。知らなかった。ヤフーのトップページマジだよ。うん。マジマジ。俺だって出てきて一番最初に弁護士さんに渡されたのが、ずっと心配かけたくないからって言って伏せてたんですけど、もう3週間前にヤフートップニュースに載ってますから覚悟してくださいって、このヤフートップページの紙、渡されたもん。コピーしたやつ。もう載っちゃってますって。で、俺はその時正直あんまり気になってなかったっていうか、刑務所行くもんだと思ってたから、何にも外に出ること考えてなかったのよ。外に出てどうしようみたいなこと全然考えてなくて、だからそのヤフーのニュースとかどころじゃなかったな、頭の中が。でもそっから仕事探す時とかに、ああ、もう今の時代検索されちゃうんだっていうことにようやく気づいた。弁護士もひどいこと、いやいやいや、好意でやってくれたんだよ。ワドさんの Facebook 友達になった後に、ワドさんの友達から友達申請来るのが困りました。設定でどうにかなるのかな。いや、俺の友達から来るのかな、どうだろうね。うん。
俺の友達からは行かないはずだけど、俺の友達って公開してない設定だから、うん、どうなんだろうね。てか俺の友達っていうかリスナーさんでしょ多分。俺リアルな友達誰も使ってないから、これリアルな友達和道じゃなくて本名の島津坂光の方で来るから、多分リスナーさんがリスナーさん同士でつながりたいと思って申請来てんのかな。リアルな友達一人もいないよこのアカウント279人の中に。その古い友人とか小学生時代の友達とかいなくて、279っていうのはこれ全部リスナーさん。しかも俺公開になってないはずだから、ちょっと設定よくわかんないっすね。ああいう人に和道さんのこと説明しても、はいはい洗脳されてるねって言われてムカつくからもう無視する。無視いいよ。うん。結局、なんか、そういうさ、噂話とか信じる人とかいっぱいいるからさ、うん、自分の目で確認しようっていう人いないんだよね。だから偏見と差別はなくならないよ、なかなか。うん、78名さんいらっしゃい。まあ朝方だったらやっぱ結構多い方だね。朝方こんなもんか。朝から人が集まんのか。うん、でも今日久々、てるちゃんぴんさんのおかげでさ、久々、どれくらい行ったかな ?200、アクティブ200ぐらいまで行って。あ、違うか。てるちゃんぴんさんに会いに行くときに200人行ったんだ。思い出した。まあまあ、でもそういう人はさ、噂を信じて生きていくわけだから。うん、まあその自分の目で確かめることができないっていうのは致命的だよねやっぱり。だからまあいいんだよ、自分たちの人生が実るようにすれば。それかあいつが発狂するまで和道さんのツイートリツイートしまくる。それ面白いね当てつけね。めぐみさん風船ありがとう、楽しんでってください。風船ありがとう。おはよう、おはよう、楽しんでって、来てくれてありがとう、うん。でもね、やっぱりね、その、自分の目で確かめるっていうのはすげえ大事なことだと思うよ。ある意味逃げてるってこと。まあ逃げてるっていうかさ、他人に、こう、他人の評価をとかを気にする方が楽なんだよ。だから、昨日の配信でも話したの。その恋愛相談とかしてくる人いるけど、ね、ブログで読んでも占いに頼っても、専門家に頼っても、自分と自分のパートナーとの恋愛は自分たちにしか分かんないはずだって。なんで一生懸命パートナーのこと見てあげないのって。世間はこれが普通とかどうでもいいんだよって言ったの。そうじゃなくて、あなたとあなたのパートナーとしかできないことがあるでしょって。それをもっと二人で話し合うべきなのに、俺の意見なんか求めてもダメだよって。俺とのんたんが仲いいから、その、どうして仲いいのって聞いてたんだけど、その他人と比べたらダメなんじゃないかっていう話はしたよね。やっぱりそれってもったいないじゃんやっぱり、うん、そのなんだろう、俺と 3S の関係だし、俺と彩香の関係だし、俺とノンタンの関係だし、俺とテレチャンピンの関係じゃん。だからその周りに振り回されたら人生絶対もったいないから、うん、自分一人一人でねやっぱ考えていくっていうことはすごい大事なことだと思うよ俺は。それが生きるってことなんだよ本来。一本の映画が自分の人生だとしたら、監督は自分だし、主演は自分だし、でまあヒロインは彼女かもしれないけどね、それに友達仲間たちがさ、そのキャラクターたちの登場人物なわけだ。だけど一番大事なシナリオを他人に書かせる人が多すぎるんだよ。シナリオも自分で書かないとダメじゃん、自分の映画なんだから。親にシナリオ書かせたり、その学校の先生にシナリオ書かせたり、会社の上司とか所属してる会社にシナリオ書かせたらダメなんだよねやっぱり、うん、だからその自分の人生って絶対に一回しかないから、うん、あのもう最高の映画を作ってほしいよね。それがそんな感じはするかな。ずっと損してると思っちゃうよな俺は。うん、まあそれでもいいんだろうけど、俺はそういう生き方はしたくないと思ってる。常に心がけてる、うん、最高の仲間たちと最高の人生を生きていきたいっていうのが俺の考えかな、うん、だからその仲間と出会うツールが俺にとってはその配信だから、だからその世界中旅して
10万人の仲間と出会って、うん、やっていきたいって思ってるね。だからその現場を大事にするっていうか、その旅をしてみんなと会いに行くっていうことをすごく大事にしてる、うん、会ってみないと分かんないんだよ。だってさっきもさ、3S のこと俺女の子だと思ってたし、うん、この時この時間、そう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 、あの未来も過去もなくて今しか生きれないから人間って、うん、ご両親の世話とか考えませんでしたが、僕ね、母親にずっと虐待されてたっていうこともあったし、片親だったんですよ、母親に育てられて。だから母親のこと憎んでましたね、正直。で、今縁切っちゃったんで、もう他人になったんで、そういうのは考えてないです。で、親父は離婚したけど、たまに会うけど、もう新しい家庭があるんで、もう自分の一人のことだけ考えてますね。家族いないんで、僕は。うん。だからね、世話とか考えてないです、正直。うん。誰からも世話してもらってなかったから、世話する義理もないんです、僕には。うん。ちょっとね、家庭が特殊なの、うちの家系は。まあそれも人生ですよ。ある意味楽ですか。楽っていうか、俺にはない概念って言った方がいいのかな。うん。だからその悩みすらもないし、考えたことないことだから、正直わからないとしか言えないよ。うん。親がいないようなもんだからさ、楽かどうかっていうのは対比じゃん。この選択肢とこの選択肢があって、こっちの選択肢が楽かどうかだと思うけど。でもさ、いろんな人がいるけど、いろんな人それぞれに悩みがあるから、楽な人生なんてないと思うよ、俺は。なんか、他人のね、庭の芝は青く見えるだけで、実はみんな大変なんだよ。仏教ではね、それをね、お釈迦様は一切皆苦って言って、この世のすべては苦しみだって教えてるんだけど、うん。努力してない人、みんな努力してるし、みんな苦しんでるし、みんな自分の人生豊かにしようって頑張ってるんだよ。うん。島津生は母親じゃないよ。うん。親父方。うん。母親は沖縄だから。うん。沖縄の名前だね。今、ガルボ。あ、違う、クランキー。めっちゃうまい、これ。うん。そうそう、自分は自分。で、他人と比べないことよ。そう。だって他人と比べてもさ、生まれながらの金持ち、生まれながらのイケメン、生まれながらの頭いいやつ、生まれながらの身体能力高いやつ、いっぱいいるのよ。だから、他人と比べると、惨めになるから、自分、だからね、俺がよく言うのは、上を見たり下を見たりするのはくだらないの。上なんてキリがないほど上にいるんだよ。例えば自分が画家になりたいって言ったらさ、才能あるやつなんか上見たら切りないの。下見るのもダメなの。見下すのもダメなの。要は自分より下手なやつなんて腐るほどいるし、上見ても下見てもダメなの人間って。そうじゃなくて前見なさいって言うのよ。自分の人生っていう道があって、ね、自分が進みたい方向を見定めて前だけ向いて歩けばいいの。うん。切りないよ。うん、自分がやりたいことは何なのか知らないから、自分がやるべきことが分かってないから、他人と比べてばっかりいるんだ。そんなやつばっかりじゃん。くだらないじゃん。で、仲間になったり、パートナーになったりとか、する人っていうのは、同じ道を歩ける人だよ。一緒に、同じ方向を向いてる人と歩くべき。うん。そう。いや、ワンピースってそうでしょ。生い立ちも違うじゃん。価値観も違うじゃん。だけど、同じ夢見てるじゃん。うん。究極的には、友達すらいないかも。友とが？うん。孤独に歩め、悪をなさず、求めるところは少なく、林の中の象のように。お釈迦様の言葉です。
自分自身を見ないとね、他人ばっかり見配る。そうそうそう。うん。他人と過去は絶対に変えられないから。他人を変えようとしたり、自分の過去を変えようとするのは無理なのよ。でもね、未来と自分だけは変えられるから。うん。だから他人変えようとか、世間変えようとか、過去を変えようなんて無駄な努力だよ。自分と未来だけ変えられるから。それは今を生きてるやつだけにしかできないけどね。うん。それが賢いと思うよ。うん。ていうか人間にはそれしかないと思ってる、俺は。うん。でもあれだよ。仲間は大事だよ。うん。仲間を大事にできないやつはクソなやつだから。うん。うん。頑張れば変えられる。そう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 。この人を変えるにはどうしたらいいって聞かれるけど、自分は変えられ、他人は変えられないって言ってます。そう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 。本当にゆうかちゃんの言う通りだよ。うん。で、本当に自分のことを高みにできる人間には、他人を変えることはできないんだけど、他人に影響を与える力はつくのよ。本物っていうのはそういうことなの。この人みたいになりたいとか、この人かっこいいっていう影響を与えることができるようになるの。俺の仲間って誰？俺と同じ方向向いてる人じゃん。うん。俺がなりたいものがあって、それを応援したいとか、俺も一緒にそうなりたいって言ってくれる人は俺は仲間だと思ってるよ。いや、俺は配信で食ってきたい。みんなと旅して、みんなと出会いたいって言った時に、俺はその夢乗っかるわって言って、その夢を応援してくれてた人はみんな仲間だと思ってるけど、俺と同じ、俺が、要は、シンボルなわけだ。旗掲げたわけだ。だからリーダーってさ、リードする人でしょ。だからリーダーって威張る人って意味じゃないの。リーダーって誰よりも先陣を切ってリードする人だから、一番前で行動する人のことリーダーって言うのよ。で、そのフォローしてくれた人は全員仲間だと思ってるよ。だから飛んでくる矢は全部俺が一番最初に受け止めなきゃいけない一番辛いポジションかもしれないけど、批判とか全部俺に飛んでくるけど、一緒に歩いてくれる仲間だと思ってる。そうだね。うん、リーダーっていうか、まあ、俺の配信だからな。うん。だからそれをフォローしてくれる人はみんな仲間だと思ってるね。共感だけじゃない。行動してくれた人ね。うん。共感だけじゃダメ。それは参加してないから。うん。共感だけじゃダメなの。それは、ただ、共感してる感じになるだけなんで、なんていうのかな。実はね、参加してるようで、参加した気になってるだけなの。本当に感動はできないんだよ。うん。仲間裏切ったら辛いですよ。どうなんだろうね。うん。裏切られたことも何回もあるけど、辛いけど、それは宿命でしょ？うん。まあさっきも言ったけど、他人と過去は変えられないから。配信絡めないと仲間じゃないの？どうなんだろうね。配信絡めるとか絡めないとじゃなくて、だから世の中を良くしようとか、まあ差別をなくそうとかしてるわけじゃん。困った人助けようとか常に言ってるわけじゃん。それができる人は仲間だと思うよ。うん。困ってる人がいた時にほっとくやつっていうのは俺はクソなやつだと思ってるから。配信絡めないとっていうか俺配信者だからな。うん。配信絡まないと関係ない人だよね。うん。他人かな、やっぱり。配信で何かやろうとしてるやつにとっては、配信関係ないやつは他人でしょ。うん。仲間は裏切るかもしれないけど、自分の夢とかは裏切らなければそれでいいと思ってるかな。うん。自分のやりたいこととか、過去見た自分を感動させるためにさ、
だから3年前夢見た自分には誇ってるよ、俺は。遅くなってごめんねって言いたいけど、3年前お前がした判断は正しかったよって常に思ってる、配信で飯食ってくっつった時に相当バカにされたし、絶対無理って言われたからね、多くの人に。でもね、たった一人だけね、お前ならできるって言ってくれたやつがいるんだよ。根拠もないけど、お前ならやれるよって、お前なら絶対大丈夫って。誰だ？自分だよね。自分は裏切らないから。そうそうそう。うん。3年かかったけどね。まあなんとかなるよ。3年頑張って必死にやったら。神様っているんだよ、そういう意味では。そういう風に、そういう風に捉えると神様っていると思うよ。飲み物買ってきますけど、コーヒーかなんか飲みます？仲間って配信、ああそれを読んだか、ただいま。90名さんいらっしゃい。 KP、 KP、おいただいま、ハートありがとう。
ギアスいらっしゃい。フェイスブック送った？あ、本当にありがとう。全然絡んでいいかね。なんか悩んだりして自分にできることがあったら言ってください。怖っ怖っ怖っ。ビビったー。なんだよ、水に弱いね。びっくりしたわ今自分で。なんだよ、ビビるわ、やめれ、うん、はい、また2、ゆらさんいらっしゃい。 Facebook 全然みんな送ってね、やってる人。びっくりした、うん、Facebook やってる人、どうも、どうぞ。びっくりしたよね。よくやるわ、ほんと。お、またフェイスブック来た。ありがとうございます。はい、フォローしました。すごいよね、フェイスブックやっぱやってる人多いよね。うん。びっくりするわ。フェイスブックさ、日本で流行った当初さ、結構やってたんだけど、2000人ぐらい友達いてね、結構ハマってたんだけど、最近ダメだね。みんな Facebook やってる？テレジャンピンで人、今日初めて知ったけど、いい人だよ。なんか、あったかそうな、物腰柔らかそうな、お兄ちゃんって感じだね。うん、まだ若いけど。24。うん、あれ？インスタグラム？ソーシャル？ツイッターないんだ。インスタグラム。あ、乗っ取りがあったんだ。まあ、それはやめるかもな、確かに。これ寒いね。もしよかったら YouTube もやってるんでチャンネル登録してください。 YouTube の URL は番組に書いてある、番組に書いてあるっていうか、まあこれっすね。 YouTube やってる人チャンネル登録お願いします。あ、タメなんだ、若いね。何でもできるよ、何でもできるよ。人生切り開けるよ。若さは武器だからね。フランス国旗アイコンになってるやつは乗っ取られてる。へえ。なんだろうね。フランスにハッカーがいるのかな。なんだろうね、それ。
あのね、wado.tv ね、見れなくなってんのは、あれなんですよ。お金払ってないから。サーバーのお金払ってないからです。すいません。復活させますんで、ちょっと待っててください。うん、お金払ってないからです。ああ、そうなんだ。過激だね。でもさ、その、テロがあったのをさ、運動しようって言ってさ、それでさ、おかしいよね。お金かかるよ、サイトは。だってあれなの、ふわっちとかと同じでサーバー代とアカウント代払ってるんだから。応援しようって言ってハッキングをするっていうのはおかしいでしょ、どう考えても。どう考えてもやり方間違えたらかっこ悪いよ。犯罪やってんのと一緒だもん。いらっしゃい。いや、なんだかんだ自分のサイトはお金かかりますよ。そりゃそうだよ。おはよう。そうだ、何でもお金かかるよ。ただでね、ただでできることっていうのないですよ。和道さん、温泉に入ってる写真すごく絵になってた。保存しちゃった。あれいいよね。リスナーさんが撮ってくれたんだよね。俺写真うまいでしょ。まあこれ俺が撮った写真じゃないけど。気持ちよかったよ。もう寒い寒い日だったから、こっから上が冷たくてさ、こっから下が程よいあったかさの、いい湯加減だったよ。夜の10時までやってる温泉に入ってさ、楽しかった。本当は配信したかったんだけど、配信したかったんだけど、あれなんですよ。なんていうの。ダメだったんですよ。なんだっけな、バンになるのか、ふわっちは。お風呂配信ダメなんだよね。温泉いいでしょ。昨日行ってきたの、配信で。最高だったよ。最高だった。はい、ワード2、パンダマンいらっしゃい。楽しんでて。98名さんいらっしゃい。楽しんでってください。今トップか、俺。今トップか。この、やっぱ大手がいない時間だとトップ取れるね。やっぱ夕方と昼間、だから晴れだよね。早く配信一本にしてさ、仕事辞めて昼間の時間帯がっつりやりたいよね。ケルジャンピン今後ろに寝てるよ。すげえ疲れてた。多分ね、カラオケもね、無理して付き合ってくれてたんだよ。優しい子だよ。ずっと疲れてたもん、目にクマつくって。いいあんちゃんになるよ。でも老け顔だよね。同い年ぐらいだと思ってた。30いってるかと思ったら24なんだね。老け顔だよね。今後ろに寝てる。
多分あれじゃん、起きたら配信すんじゃん。うん、わかんないけど。そうだね、早朝、いやでもね、夜中も意外と来るよ。夜中も意外と来る。夜中調子いい時200人ぐらいかな。アクティブ300はまだなったことない。100から200の間を前後してる感じだね、うん、若いよね24。旅の資金、いや旅の資金は貯めるつもりないっすよ僕は。あくまで配信で食ってってる。あのね、なんかあの企画じゃないんですよ別に。旅するのは本当に旅人になりたいって感じ。ノマドワーカーになりたいから定期的に配信で食ってく感じなんですよ。でその資金で旅をしたいだけだから。正直和藤さんの方が若く見える。同い年ぐらいかなと思ったらめっちゃ若いの。俺もでも老け顔だけどね。私の母親最近ふわっち見るのにハマってるんだけど、私が和道さん好きなこと伝えてから和道って人放送してるよって配信始まったって毎回 LINE 来る。お母さん、お母さん見てる、うん、お母さんも登録して、うん、あそう大丈夫かな。マダムメロメロにする配信者だからな。旅配信者多いよね。でもね、あの旅配信みたいなことはやんないよ。あの本当に旅人になりたいと本当に思ってた。企画としてやろうっていう感じじゃないから、うん、だからその旅しててもどこに、世界中のどこに住んでても食っていけるビジネスをやりたくて配信を選んだの俺は。前からそうなのよ。3年前からもうその場所に制限されない。例えばフランスに住んでてもインドに住んでてもパリに住んで、パリもフランスだわ、アメリカに住んでてもどこにいても俺は食っていけるんだよっていう実績を作りたかったの。だから旅で貯金しようとか一切ない。もうその日その日の生活費を稼ぐって感じ。今月は25万稼ぐのが目標だから、あの1日どれくらい稼がないといけないんだ。3パ24だから8000円以上稼がないといけないんだよね。そうだから、もし俺の夢を応援してくれる人がいたら1円でも、風船1個で1円かな、 0.5 円か、だから風船1個でも本当にありがたいと思うよ。そうだから俺の夢を買ってくれって言ってんの。一人の男を1円でも払ったら一人の男の夢を応援できることになるから、もし俺のやりたいことあるんだったらね、金がないとか貧乏だって言わないで、100円ぐらいあるから日本人だったら。そうできれば花火一発1ヶ月に1回打ってくれると俺はありがたいって、うん、そういう風にお願いしてるかな。で別につまんないとか応援したくないって言うんだったら別に構わんつって、うん、ハートありがとう。通知取ってるからって言ってるの毎回来る。今日もペルって人と配信してるって。可愛いお母さんだね。なるほど、配信だけで食べていくのとか、うちは無理だな。いや無理なんてないよ。無理とかない、誰でもできるよ。諦めたらそこで終わりだから。無理だって思った人は無理なだけ。できるって言い続けたやつはできるようになるよ。時間はかかるけどね。俺は3年かかったけど。仕事辞めようと思ってる。うん。それはもう会社に伝えてあるね。うん。あの、副業の方が儲かってきてるんで、あの、多分世界旅しちゃうんで、会社辞めることになると思うっていう。来年、あの、会社辞めますっていうのは伝えてある。うん。人間ね、人間、どん、ね、いろんな能力の差あるかもしれないけど、たかだか人間の域だから。うん。絶対に人間に生まれたらね、何でもできるから。うん。
で、クレイジーな、バカなこと、バカなやつが世の中動かしてんだよ。本当は。もっとバカになった方がいいよ。だって、ね、何年前、200年ぐらい前かな。200年前、空に誰も飛んでなかったんだよ、人が。飛行機ってものが存在しなかったの。その時に、クレイジーな空飛びたいっていうバカなやつがいたんだよ。空飛べたらいいなとはみんな思ってたくせに、空なんて飛べるはずがないってみんな言い切ってたから飛べなかったの。でもクレイジーなやつが絶対俺は空飛ぶんだっつって、今当たり前になったでしょ、空を飛ぶのが。トーマス・エジソンの頃っていうのは電気っていうそのものが認められてなかったの。電気そのものの存在否定されてたの。だけどトーマス・エジソンって人が世界中を電球で灯すんだって、ガス灯の明かりを世界中を電気のインフラ作って変えるんだって言って、だからあれだよ、トーマス・エジソンって電球を開発した人じゃなくて、どの事業で成功したかっていうと、世界中の電気のインフラ作った人なんだよ。電気ビジネスで成功した人なの。知らないでしょ。だから世の中の、例えばスマートフォンだって、これってみんなね、何気なく使ってるけど、これ今俺らがやってるのってテレパシーなのね。50年前とかで言われてたテレパシーって言われてるやつは、そう、遠くにいる人と映像をつなぐっていう。あ、花火ありがとうございます、うん。ネックレス買いたい場合は、たくみさんマネージャー。いや、ネックレス買いたいのは俺と居合わせですね。ありがとうございます。花火ありがとう。うん、ネックレス、ピンマッチとネックレス作るから待っててね。今、在庫切れです。ネックレスが6500円、ピンバッジが3500円です。ピンバッジが1個3500円の。だから、3個買うと、3個バラバラに買うと、11,500円の。でも3個セット3個セットで買うと、お得で、12,000円で販売してます。待っててね。毎回デザイン変わるから。新作のラインナップ出たら告知します。ネックレス、今、俺がつけてるやつ。これね。女の子でもつけてもオシャレだと思うよ。あ、テレチャンビー、ありがとう、ハート。これが、和道ネックレス。ちょっとね、他の、あ、ハートいっぱいありがとう。いいよ、テレチャンビー。ありがとうね。うん。あとありがとう。ちょっと高いんだけど、作りは結構かっこいいと思うよ。これです。そんなに女の人がつけててもそんなに嫌味じゃないと思う。チョーカーに近いかな、ネックレスっていうか。うん、みんな欲しいって言ってるね。あ、これを再販するよ。ただデザインが若干変わるけど。若干だけど、ちょっとだけ変わる。バージョンアップしたから。まあ、基本これだと思ってくれていいと思う。スカーレットいらっしゃい。ラーメンごちそうさまでした。いえ、とんでもない。うん。ありがとう、ハートいっぱい。いいよいいよ、出るゾンビ。ありがとう。ネックレスとピンバッジ、どれくらい作ろうかなと思ってんだよね。旅配信の時にいっぱい持ってこうと思ってるから。50個ずつ作って150か。100ずつ作って。シンプルでしょ？うん。もともと、俺、グッズ作るときにステッカー作りたくないって言って。なんつうんだろう。自分が欲しいものをつけたいと思ってんの。なんか、自分がステッカー貼ってないのに、リスナー、ファンにステッカーを売るっていうのがあんまり納得できなくて。T シャツとかも自分が着たいデザインとかを、これおすすめだよって言って、来てもらうんだったらありだと思ってたから、自分が身につけたいものしか俺作らないよって言って、だってさ、バンドマンだったから、なんかバンドのステッカーが欲しいとかじゃなくて、バンドマンが着てるメーカーの服とかが着たかったんだよ俺は。だからグッズっていうよりも俺が欲しいアイテムを作ろうみたいな。再販2ヶ月後とかかな。うん、あんまりでも俺グッズ屋さんじゃないからあんま焦ってないけど、うん、でも和動物マグカップとか、すずりで作ろうと思ってるね。結構なんか和動物欲しいって声多いから、ステッカーとかマグカップとかパーカーとか T シャツは、グッズっぽくないデザインで、ちゃんと自分がデザインした T シャツとかを売るんで、
あの、待っててください。多分 T シャツの方が先行販売になると思う。T シャツとパーカーとマグカップとスマートフォンケースとか。ステッカー販売してるやつめっちゃいる。なんか、だから、その、なんつうんだろう。支援の引き換え券みたいにしたくないんだよ。自分が欲しいと思うアイテムを作る感じがいいなと思ってる。うん。デザインちゃんとするから。うん。いや、別に欲しい人だけ、本当にかっこいいなとか、思った人だけに買ってもらいたい。なんか、俺に応援するんだったらアイテム投げてくれればいいから。俺が欲しいと思うものを俺が作るからさ。で、共感してくれてこれかっこいいじゃんって言ったら買ってくれれば。うん。本当はね、今日、それデザインやろうかなと思ってたんだけど。なんか、テルチャンピンと会えるっつって、テンション上がって、そっちの方が優先度高かったから、俺の中では。うん。やっぱ人との出会いが一番大事だと思ってるから。マグカップ、うん。でも男っぽいデザインになっちゃうと思うけどね。もしよかったら買ってください。多分そっち、ピンバッジとかの販売よりもそっちが先に優先的に販売されると思う。バグはプレゼントありがとう。チヨいつもありがとうね。ちょっと闇将軍に電話してみようかな。かっこいいのが欲しいの。あ、じゃあいいかもしんないね。俺でも結構なんかパンクっぽいデザインになっちゃうよ。俺がデザインするの。俺もともとパンクスだったから。闇将軍に電話してみようか。闇将軍出ないね。うん。闇将軍出ないな。おはよう。この間な、あ、おはようございますですけど。うん。この間なんか言われたんで。何言われたって。いや、なんか言ってたじゃないですか。いや、だから、それは、だからお前がなんか、なんか、和道さんより私の方が実力は上だとか、わけのわかんないこと言ってたから、いや、お前の方が多少。いや、それは言ってませんよ。え？いや、そんなことは言ってませんよ、僕は。言ってたじゃん。なんか、俺の方が閲覧多いみたいな。いや、閲覧だけであって、だからそれはニコラマのね。いや、閲覧俺の方が多いから言っとくけど。まあ、それはいいですよ。だから。それはいいじゃないよ。お前が言い始めたんでしょ、閲覧俺の方が多いとか。いや、でもニコラマでもそうじゃないですか。コミレベルってワードさん56でしょ、レベル。レベルマックス56だよ。僕も55ですから。だからお前の方が下じゃん。いや、だけどまあ似たようなもんだよ。似たようなもんじゃないよ。だからなんで俺より格下なのに、お前は俺より格上ぶるんだっつってんの。ないんじゃないかということなんですよ。はい？格下とか格上とかないじゃないですか。いや、格下だろうがよ。なんでお前格上感出してくんだよ。やめてくれよ。いや、言ってないですけど。言ってるよ。言ってます？言ってるよ。今配信中ですか？配信中だよ。なんだよ。何？俺の方がかそってたら悪いの？いや、だからそんなこと言ってないじゃないですか。何？また自慢？お前今アクティブいくつなの？いや、アクティブ動向じゃなくて、俺はそういうこと言った覚えがないですから。あ、そう。じゃあなんで今配信中って聞いたの？いや、なんかやってんのかなと思って。まあやってるけど、まあぶっちゃけ今日調子悪いわ。アクティブ20だわ。あ、そうっすか。うん。アクティブ7なんだ。ランキング見たら、うん。で、マンスリー見たら41位でしょ、確か。お前何位なの ?50 位だけど。まあ、確かに。え何位なの ?50 位ですよ。え始めたばっかりだから、僕は。何？また言い訳？始めたばっかりって配信歴何年だよ。いや、だから、そんなもんは、配信歴は関係ないじゃないですか。何関係ないって。何始めたばっかりなんか言い訳になんないよ。いや、そっちはもう2ヶ月前か3ヶ月前でしょ。いや、だって、ニコ生の頃、じゃあ、ツイキャスだってニコ生だってお前の方が古いじゃん。いや、古くないですよ。いや、ずっと嘘つけ。何年前からやってんだよ。
いや、だから何回も言うのに、え、和道さんの場合は、うん、ね、やっぱ固定客がいるでしょ、固定客。離れない固定客が。いるよ。だからその人たちに囲われてるっていう感じなんですよ、俺が見てて。うん。うん。だからそれでいいんじゃない？じゃあ、なんで固定客がいないのっていう話をしてんのよ、俺は。うん、だからそれはやっぱり自分に原因があると思いますよ。そうだよね。うん、どこが原因だと思う？だからそれを、うん。和道さんがどうこう言うことはないかな。じゃあ違うよ。俺がどうこう言ってんじゃないよ。お前が俺のことどうこう言うからふざけんなっていう話をしてんの。お前が普段俺の名前を出して言う。じゃあお前何、お前ふざけんなよ。お前さ、俺が何も言ってない時にさ、俺はお前にまず直接言うけど、お前自爆でぐだ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 言ってんじゃねえかよ。ロブって見てんだよ、こっちは、バカが。取り違いですよ、取り違いじゃねえよ。俺見てんだっつってんの。現場押さえてんだよ、バカが。だからそれをね、おう、お前いちいち言ったら、キリがなくなる。キリがないじゃないよ。お前が、自分が言ってて、自分のことを棚に上げて、よくそういうこと言えるなっつってんだよ、俺は。だからそれを気にしなきゃいいじゃないですか、そんなのね。気にしなきゃじゃねえよ。よくお前人にはさ、いや、人のこと言うなっつってさ、お前自分で好きかって言ってんだよ。バカなのかよ。ほんで、いい加減にしろよ。いや、ネタ部分もあるから、それは。配信者だとわかるでしょ。何が配信者だよ。毎回それじゃん。自分が苦しくなってくるさ。いや、これはネタなんで、とか。配信者ならわかるでしょ。バカじゃないの、本当に。配信者じゃない。配信者だったら何してもいいのかよ。自分もそうやってやってきたじゃないですか、配信者。自分もそうやって、俺そんなことやってねえわ。俺全然アンチいねえぞ。ブロック、でも近藤さんがこの間ブロック入れられたって言ってました、ね。誰だよ、近藤って。知らねえよ。誰だよ。誰だよ、近藤って。誰だよ、そんな。聞いたこともねえわ、そんなやつ。でも、ブロック入れたら、それは、アンチの方がいないじゃないですか。何がアンチがいないだよ。だから、言い訳ばっかりじゃん、お前、そうやって。まあ、そんなことないけど。で、や、だけど、もう俺のさ、俺をネタにしてさ、やらない方。俺をネタじゃないですか。ネタにしてるじゃん。例えば、俺、和道がどうやこうやって書いてます？いや、和道さんは、お前ふざけんなよ。ツイッターにも全部残ってるからな、ログ。お前、俺の評論ばっかりやっちゃうじゃねえかよ。何が評価してたよ。お前、恥ずかしくないの？お前、恥ずかしくないの？人のことさ、カソカソって言っといてさ、お前の方が今カソじゃん。あ、だから、ある人がね、ある人が、バーやってる頃の和道さんは良かったっていうふうに言ってる人もいるし、結構昔の和道さんは良かった人多いんですよ。なんだよ、昔の和道さんが良かったって。良かった。良かってた頃の方が良かったっていう意見も多いから。うん、とりあえず、謝ってくんね、俺に。いや、それはないですよ。なに、もう配信者さんだから、そんな言葉に一時敏感になった。っていうかさ、格下の配信者に配信者だからとか言われたくないんだけど、結果出してからそういうこと言ってくんない？いや、それは結果は出してます？そっちも。結果出してますって。じゃあ、お前にとっての結果って何なの？閲覧？それとも稼ぎ？閲覧でも稼ぎでも俺勝ってるんだけど、お前にも。マンスリーでも勝ってるし。いや、総合力じゃないですか。だから総合力っていうか、総合力っていうか、各すべての全部の各々で、お前に負けてる要素がないの、一つも。トークでも負けてない、行動力でも負けてない、閲覧でも負けてない、稼ぎでも負けてないの。なんでお前が俺に配信を語るの？いや、だからそれはそっちが考えることであって、他の人はどうかします。違う違う。だからお前が言ったことに対してブーメラン投げてんの、俺が言い出したことじゃないのよ。総合力でどこが勝ってんだよ、お前の。自分で見てるだけで、他の人の評価って分かんないじゃん。だから他の人の評価が分かんないんだったら、お前が他の人の評価をするなって俺が言ってんの。お前は人の配信ばっかりじゃなくて、自分の配信磨けっていうことを俺は言ってんだよ。和道さんが、面白いかどうかって他の人が決めることじゃないですか。じゃあ、面白いかどうかっていうのはリスナーが決めることなの。だから、お前が言うことじゃないの。何？何？リスナーがそう言ってる人が多いからだ。リスナーが多いからじゃねえよ。お前の少ないリスナーにどうこう言われたくないっつってんの、俺は。勝手じゃないですか。そういう意見も。勝手じゃない。違う。お前が勝手に言ってんの。リスナーのせいにするの、お前の一番悪い癖だよ。なんでいつも。なんでお前いつもリスナーがっつって、お前が自分から話してんの俺何回も見てるよ。あ？リスナー重視だから僕。リスナー重視じゃねえよバカが。どこがリスナー重視なんだよ。バカがとかって暴言吐いたって、リスナー重視。お前のどこがリスナー重視なんだよ。お前リスナーの期待何回裏切ってきたんだよ。バカなんじゃないの本当に。お前本当笑わせんなよ。誤解がある。お前本当笑わせんなよ。お前リスナーの気持ち何回裏切ってきてんだよ。お前引退するんじゃなかったのかよ、そもそも。
インターはふわっち引退しましたよ。ツイキャス引退しましたよ、僕は。はぁ、お前もう放送戻ってこないって言って、のこのこさ、お前さ、ふわっち戻ってきて、ツイキャス引退した時もさ、政治枠の引退ですとか言って、俺見てたかんね。何が政治枠だよ。誰もお前の政治論なんか求めてねえわ、バカが。いや、だから、こっち側だから、こっち側。あとさ、お前のツイッター気持ち悪いんだ。田中角栄とか竹下登って出てるけどさ、内容がさ、全く結びついてないよ。あと、だわなーの語尾でやめんの、やめてくんない？ツイッターのさ、最後の文字、なんとかだわなーで終わんの、なんなのあれ。何だわなって。そんなことよりも、俺のことよりも、自分の失敗をしてくれ。まあ、みんな知ってる通り、みたいな言い方だけど、誰からもいいねボタン押されてねえじゃん。お前さ、俺よりフォロワー多いのにさ、をしてください。お前さ、は、あ、逃げた逃げた。いや、今日も勝ったね。今日も勝ったわ。だわなーが聞いたね。今日のとどめはだわなーだわ。聞いてる聞いてる。聞いてる聞いてる。聞いてるよー。闇将軍聞いてる。かわいいなー。かわいいなー、闇将軍。今日も勝っちゃったよ。イエーイ。今日も勝った。聞いてる、めっちゃ聞いてる。これ毎朝やろうよ。今日の闇将軍とのコーナー。悔しそう。不適されてる。超聞いてる顔してるよ。うん。あ、面白い。闇将軍に毎朝電話しよう。超聞いてる。あのね、配信者は自分から枠切ったら、凸を切った方が負けだから。これはルールなんだよ。うん。これは配送だよね。リスナーがどう、もう言い訳絶対するから。絶対言い訳してるから、今。もう手に取るようにわかるから。これはもう完全に勝ちですよ。顔が効いてるもんだって。聞きまくってるもん。いやー、楽しいね。まあ、正論で荷物込んだかんな。うん。おはよう。お、あ、ちさと。あ、てるちゃんぴー起きてっかな。おはよう、ちさと。うん。てるちゃんぴーが連絡してたよ。うん、今、後ろに寝てるよ。止めてやれよ、ちさと。テルチャンピン来てるから。宿ないんだって。うん。会うんじゃなくて、今、後ろで寝てる。な、宿がないって言うから、止めてやれよ、ちさと。うん。今日、俺の家泊まるから。あ、いいよ、いいよ。レイナちゃん、ありがとうね。もしよかったら、フォローしてって。レイナちゃん、ありがとう。うん。部屋汚ねえ。いいじゃん、別に。一泊ぐらい泊めてあげなよ。せっかくわざわざ沖縄から来てるんだからさ。うん。止めてあげて。眉毛は面白いよね。うん。風船対決全然いいよ。俺は全然いいよ。ただ言っとくけど俺和道だよ。闇将軍には負けないよ。いいけど恥かくよ。絶対勝つよ。うん。そう、16日に帰る、テルチャンピオンは。三つ曼荼羅ブ、俺、和道だよ。さすがに香川さんとかとやったら負けるけど、おう。向こうがやるっつんなら乗ってあげるよ。向こうがやるっつんならいいよ。いや、負けないでしょ。うん。だって、それはさ、普段の花火の数とか見たらわかるわけじゃん。負けてる要素ねえっつうの。新しいフォロワーさん紹介します。レイナさん、フォローありがとう。負けねえだろ、どう考えても。うん、大丈夫じゃないの。うん。大丈夫だと思うよ。うん。香川潰せ。今のお前なら勝てる。俺別に香川さん嫌いじゃないからね。香川さん好きだからね。全然、嫌いな生主だったら、闇将軍みたいに嫌いなやつだったら、全然対決とかいいけど、香川さん別に嫌いじゃないよ、俺。普通に、実力ある配信者だと思ってるよ。ね、火鉢さん、香川さん嫌いなの。Thank you.
朝からテンション上がるわ。まあ平和は平和だよね。平和は平和だよね。うん。平和は平和。あ、鮫島さんに話したいことあるんだよね。鮫島さんにスカイプかけたいな。おはよう、幸さん。おはよう。香川オワコン？いや、なんだかんだ言ってすげえぞ。固定リスナーあんだけいいんだから。まあ、前世紀のさ、キレは、人数は集めてないかもしんないけど、やっぱ、その、香川さんが目指してるとこって金じゃん。収入じゃん。うん。収入は取ってるからね。そこは純粋にすごいと思うよ。うん、だからその閲覧取ろうっていうかそういう感じじゃないじゃん。香川さんはあくまでプロとして食っていくかどうかを目指してるわけだから。おはようサングラスポテト、おはよう、来てくれてありがとう。鮫島さんスカイプ出てくんないかな。そう、鮫島さんに話したいことあるんだよね。鮫島さんスカイプ出てくんないかな。スカイプっていうか LINE したいんだよね。LINE。テルチャンピン今後ろに寝てんだけど、テルチャンピンが、鮫島さんに会いたいって言ってるから、ちょっとアポ取ろうかなと思って。配信中だから無理かな。LINE かけてみようか。鮫島さんに突かけようか。鮫島さん出るかな。鮫島。配信者、鮫島どこだ。鮫島。あった、うん、鮫島さん出るかな。そう、 LINE 見ないんだよね。いや、だから配信で聞かないといけないの。今配信やってるから。鮫島さん出てくんねえかな。なんか関わりたくないからやらないみたいなこと言ってる。もしやる気があったらまた電話で交渉してみてちょうだい。あ、オッケーオッケー。ていうかね、今、鮫島さんに電話かけてるんだけど、LINE かけてんだけど、繋がんないんだよね。これ、捨てアカなのかな、LINE。スカイプ立ち上げ？いや、LINE の方をかけてる。ミツさんね、あ、来た。ちょっと待って。あ、ちょっと待って、鮫島さんに LINE の方をかけたいって言って。鮫島さんに LINE の方って言って、LINE の方。LINE かけてるって。スカイプにかけちゃってる。ちょっと待って、スカイプ落とすわ。ちょっと待って、今、ちょっとパソコン準備するからかけ直すわ。LINE、スカイプ違う。スカイプじゃない。LINE は？ LINE。LINE できないの？LINE できないのかな。あ、来た。あ、鮫島さん、おはようございあ、おはようございます。おはようございます、ご無沙汰してます。あ、どうもご無沙汰してます。すいません、配信中に。いや、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、ね、配信見てましたよ。あ、ありがとうございます。あの、指がかじかんでコメント打てなかったんですけど。またまた。油そば見てましたよ。あ、本当ですか。いや、見てました。めっちゃ嬉しいです。僕も見てましたよ、あの、海に飛び込むの。見てました。やりましょうよ、和藤さん。いや、やりましょうよ。やりましょう、今日。今日？あ、今日やる。テルチャンピンもいるし。あ、そうそう。で、テルチャンピン沖縄から来てるんですよ、今。そうだよね、見てた。それで、なんか今一番興味ある配信者で会いたい人誰って言ったら、鮫島さんって言ったんですよ。あら、嬉しい。言ってくれるじゃない、はい、で、今鮫島さんやってたんで、あの、はい、ちょっとコンタクト取ろうと思って。今寝てる。いや、全然僕はもう汚れ配信者なの。またそうや。何でもやりますよ。じゃあ今日夕方鮫島さんの家の方行ってもいいですか。夕方じゃなくて早く来てくださいよ。リアクションが取れないんですよ、夜。違うんですよ、僕夜、あの、昼間働いてるんですよ今。あ、仕事か。そう、休んじゃうよ、そんなの。休めない。年末で忙しいもん。
いや、関係ない。ちょっとインフルで、うん。で、YouTube に海入る動画があれば。いや、ダメダメダメ。いや、夜か。あ、じゃあそこダメじゃないですか。配信業、たるもの。きつい。いや、僕は悪いけど、キャバクラのボーイばっくれましたからね。かったるくて。いやいや、ちょっと、え、今日の夕方か夜ダメっすか？いや、夜だとね、リアクションが取れないんですよ。何リアクションって。海入るから。ああ、そっか、あ、そういうことか、そうか、そう夜、そうだ。絶対夜はダメ、あれ、辛いだけだもん、俺。じゃあ今日、仕事休まないダメっすか、サメジマさん的には。だって明るい方がいいでしょ。わかりました、仕事休みます、今日。いやーもうかっこいい、そういうとこですよ。今日休みますわ、じゃあ。いやもうね、そうやって言ってくれるのはありがたい、はい、もうやっぱね、はい、僕はもう配信やって長いわけで。はい。今までそんなこと言ってくれる人いなかったんで。いやいや、まあ、サメ島さんに、いや、はい、コラボで配信休めって言われたら、配信者に休まなかったらアホっすよ、これ。まあ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 、で、今日はとりあえずお金入るんで、はい。ちょっと、灯油ストーブ買うんで、ガチで死にかけたんで、本当に、雪が降ったぐらい、神奈川昨日寒くて、はい。本当に、誰か助けてって言ってたけど、みんな助けてくれた。いや、見てましたよ。超笑いましたよ。もう本当辛くて、はい、もう、はい、俺配信業でこんな辛かったかなって思って。でも270発ですよね。と266かな。やばで、マンスリー11になりましたね。27。だ、あと、ね、うん、海環状で行けば、あと、北海ぐらい行けば引っ越しもできますし。おー、すごい。13万ぐらい入ったんですね、多分。はい。家って、はい、家に伺っていいんですか？テレチャンピンと。うん、何時頃来れます？何時頃って言っていただければ、起こしていけます？いや、もう全然もうそっちが行ってくれれば、下飯だって、地下鉄、和道さんって新宿だよね。うん、新宿っす。だ、横浜カート塚まで来て、うん。ブルーライン、市営地下鉄。うん。に乗って、湘南台の方に向かって、湘南台行きってのに乗って、うん。下飯田駅。下飯田。湘南台の手前なんですけど、その下飯田、下に、飯に田んぼの田。下飯田駅。で、降りれば、僕、車で迎え行くんで。あ、本当ですか？わかりました。とりあえず、うん、時間行ってくれれば。何時頃にします？あ、もう全然何時でも。じゃあ、どうしようかな。夕方だとダメですもんね。夕方じゃあね、リアクションが生えないんだよね。何時ぐらいがいいのかな？じゃあ、2時ぐらいとかどうすか？下飯田に。下飯田に2時。遅いかな。大丈夫です、大丈夫。じゃあ、下飯田に2時でよろしくお願いします。12時ぐらいでいいんじゃない？ 12 時、昼間にします？うん、あえてね。あ、了解です。てか、じゃあ3分で来いよ、お前。3分？うん。今から？そう。なんでさ、そういう、うん、そういうこと言うの？いや、違う、コメントにあったから。いや、コメントにあったら、じゃあ3分で来い。来れないの分かってて言うから。いや、分かってて。いや、でもね、ほら、俺はリスナー、はい、やりまんだから、俺は。コメントやりまんだから。さすが、リスナーを。早い方がいい、絶対。じゃあ、11。途中でもいいかもしんない。本当に、じゃあ11時。俺はもう全然オールウェイズなんで、俺はオンコールなんで。オッケーです。じゃあ11時に行きます。うん。連絡って、LINE これ繋がらないんですか？普段。なんか、既読にならないんですよ。うん。繋がんないわけではない。仕方してる。オッケーです。LINE で連絡入れますね。11時。12時。10時だそうです、リスナーさんが。10時？リスナー様が10時に来いって。あ、わかりました。じゃあ10時に行きます。わかりました。もう僕はリスナーの言いなりなんで、僕はリスナーのもう完全にメス豚なんで。了解です。じゃあ、サメジャムさん、はい、10時に行くんでよろしくお願いします。じゃあ、まあ、多分、うん、2日ぐらいで電話くれれば、地下鉄で。うん。多分横浜で乗れば、まあ、横浜でもまだ戸塚ぐらいで電話ください。わかりました。うん。じゃあ、お疲れ様です。10時に行きます。はい、はい、はいはい、お待ちしております。はい、失礼します。はい、失礼します。さすがだよね。さすが配信者だよね。下飯田に10時。仕事休むのか、俺。海入るの？マジか。海入らないとか。10時だよね。テレチャンピン、何時頃行けばいいのかな。ちょっと待って、今計算するわ。うん。10時か、早えな。さすがだよね。ちょっと今電車調べるわ。話早いよね。
ワンタロおはよう。下飯田。はいはいはい。下飯田ね。オッケーでーす。仕事休むしかないでしょ。鮫島さんに仕事休めって言われたら、仕事休むしかないでしょ。配信者なんだもん。みんなおはよう。じゃあ出席確認するんで皆さん手を挙げてください。出席確認、出席確認します。ていうか今日はまずくねえか、今日はまずくねえか、さすがにマジで死ぬぞ。はい、みなちゃんおはよう。スカーレットおはよう。あやかおはよう。ちよおはよう。おはよう、みんな4人130人いるのに。ラオウさんおはよう。スリーエスおはよう。サングラスポテトさんおはよう。つみきちゃんおはよう。うん。ワンタロおはよう。うん。ワンタロどう最近。元気？インド行けそう？仕事いい感じになってる？大丈夫？おー、カムセンニーおはよう。見てたんだ。あ、ユラさんおはよう。うん。よかったよかった。なんかさ、テルチャンピンに世話になってたからさ、テルチャンピンにさ、サメ島さん繋げたいなと思って。うん。いいね、いいね。インド行けそう。よかった、よかった。約束守れよ。このネックレス、ガンジス川に一緒に使ってくれよ。うん。何時家出んの？そうだ。何時家出よ。10時に戸塚だから、どれくらいに出れば間に合うのかな？どれくらいだろう。10時でしょ？うん。10時。1時間半かかるから、8時半。1時間後に出ようか。1時間後に出よう。1時間後に家出ます。うん、着替え持ってかないとね、ののんさんいらっしゃい。余裕持っていく？じゃあ8時に出るって、てるちゃんぴ今寝たばっかりだけど大丈夫かな？かわいそうじゃね？今寝たばっかりなんだよ。かわいそうじゃね？でも多分爆睡してるぞ。見てみようか。まあでもこれが配信だからね。爆睡だよ、爆睡。爆睡してるんだよ。30分後に起こすんだよ、これを。超かわいそうでしょ。まあそういうもんだよな。リアトツスルスル。だから、千里の家止めろっつってんじゃん。おはよう、モロピーモロおだしさんいらっしゃい。クラッカー？うん。クラッカーどうなんだろうね。生ポンおはよう。仕事な、なんて言って、なんて言おうかな。うん。ていうか、絶対、海入る流れだよね、これ。風邪ひくぞ。やだな。あ、そうなんだ。いや、9時ぐらいに連絡してあげてよ。うん。9時ぐらいに連絡して止めてあげて。うん。遅刻したらダメだね。そうだね。8時に家出るわ。うん。8時に家出て、配信機材持って8時に家出る。うん。ちょっとトイレ行ってくんね。うん。
風邪ひきましたでいいかな、大丈夫かな、うん、いや朝から元気だよな鮫島さんな朝からやばいよね、やっぱ配信者大手は違うわ。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさんフォローありがとうございます。ちさとフォローありがとう、うん、部屋は狭い狭い 6.5 畳ぐらいかなこの部屋は、全然狭い部屋だよ、超ちっこい家、うん、新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、グリシュナックさんフォローありがとう。サメちゃんのテンション朝から元気だよね、やっぱ大手配信者だよね。サメ島さん俺の1個上だから今多分31で、で年齢が1個上の世代だと思う、確か32になる年の世代だから、サメ島さん誰いたっけな、香川さんとタメなのかな確か、うん、あ、ありがとうねフォロー、うん、ありがとうございます。まだ若かったんですね。鮫島さん若いよ、うん、若いっつっても30超えてるからな、どっからどこが若くてどっからどこが若くないのか全然わかんないよね、どっからどこまでを言うんだろう若いか若くないかって。最近なんか20代ぐらいじゃないの若いって言って許されるのって、30代でも若いっていう風潮になってきたよね、うん、いやー今日は神会の予感しかしねえな。嘘、煙ハートになってた、マジで嘘、輪っかができるからね、うん、出た、花火祭り始まったよ、花火祭りが始まったよ、鮫島無双が始まった。嘘、ハートになってた？おはようございます、ちびおりんさん、ちびりおんさんおはよう。30代前半まで若いってことでいいんじゃね、どうだろうね、若いのかなそれって、若いって言うのかな、俺全然30代っておっさんだと思ってたけどな、20代の頃は、若い頃は30って言われたら、あ、おっさんだなっていうのが俺の感想かな、うん、若くないでしょ、命だけは守ってください命がけだよね命がけだよね、ていうかこんな寒い時に海入ったら死ぬよ、いや海入ろうだってこんな極寒の中海入ろうだってアホでしょ、アホ死ぬぜマジで、どんだけ配信に命かけてんだよっていうね、もうそろそろ起こした方がいいかな、もうそろそろ起こす、うん、いやわかんない、どこの海に行くか、とりあえず鮫島さんの家に向かう感じになったけど、うん、とりあえず準備すっか、川？川行こうぜって。懐かしいね。ちょうど1年前だね。ちょうど1年前だね。
いや、かわいそうだな、テルチャンピン。今、ようやく寝ついたばっかりなのに。超かわいそうなんだけど。超かわいそうは。今、海入ったら本当、水かけて起こす。いや、そういうかわいそうなことあんましたくないかな。そういうかわいそうなことしたくない。あ、また、Facebook 登録ありがとう。Facebook 申請ありがとうございます。絶好の機会。いや、いいよ。そういうのは、いいよ。やられて嫌なことは嫌だ。自分がやられて嫌なことは他人にしたくないんだよ。じゃあ起こそうか、てるちゃんびん。起こすか。ちょっと待って。起こすわ。おーい、てるちゃんびん。おーい、おーい。起きないな。おーい、おーい、鮫島さんが今から来てって。配信者でしょ配信者でしょ配信者でしょ鮫島さんが今来てって。お前が来い。行こうよ。行こう。誰ですか鮫島さん。鮫島。うん。いや、今行こうって。え、10時に。今何時ですか。今もう家出よ。行こう。今何時ですか。今7時41分。え。まだね、多分30分ぐらいしか寝てない。配信者でしょ。配信者でしょ。行くよ。準備して。配信者は激務だから。世界で一番過酷な仕事だから。ほら、自分が鮫島さんに会いたいって言ったんでしょ。自分が鮫島さんに会いたいって言ったんでしょ。繋いだよ、俺。繋いだよ。置いてくか。じゃあ一回僕用意するんで枠閉じます。置いてこう。置いてこう。こうやってチャンスをこうやって取りこぼしていくんだよ、配信者は。俺一人で行くわ。俺一人で行くわ。じゃあお疲れっす。いいよ。こうやってチャンスを逃していくんだよ。そう。俺は寝ないで配信やってきたから、今まで。じゃあみんなお疲れ。お疲れっす。ちょっとパソコンの準備とかします。お疲れ。おつおつ。1分で終わりにします。ありがとうね。もしフォローしてない人いたらフォローしてください。よろしくお願いします。今から鮫島さんの家に行きます。お疲れ様でーす。おつでーす。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ、もう。